昨日僕福井県庁でね、やっぱその、まあ、枝野幸男経済産業大臣がですね、福井県の、西川知事になんか再稼働を求めるという、なんか説明しに行くということで、まあ、福井県庁の前ではですね、ものすごい抗議のデモとかっていうのが、行われてですね、まあ、それもユーストリームで中継されてて、まあ、僕はそれ見ててですね、やっぱものすごいこう、怒りっていうのがね、もう多くの人が伝わってきたなと思うし、もう当然僕も、怒ってるっていうね、そういうのもありますし、もう絶対もう再稼働させたらいかんと、大井原発はね。まあそういうことは思ってたんですけども、なんかその福井県の対応もですね、やたらこう警備が強くて、こうデモとか抗議の人にですね、なんか冷たくてですね、なんか見てたら、まあ、これは、こう、西川知事は、ひょっとしたら、再稼働容認に、の、なんか、答えをするのかなと思ったら、まあ、そういうことはなくてですね、まあ、やっぱりその、福井県だけじゃなくですね、枝野さんは、京都とか滋賀とか大阪の関西のね、州の自治体にもですね、説明しなさいということを、まあ、言ったということで、まあ、この回答自体はですね、まあ、僕は評価、まあ、できると思いますし、だからこれから枝野さんはね、京都、滋賀、大阪に、さらに説明に行かなきゃいかんだろうということを考えたらですね、やっぱり5月5日までに、原発再稼働というのは、僕は、やっぱりできないんじゃないかなと、思ってたらですね、まあ、今日なんか、ニュースに載ってたのは、枝野大臣がね、5月6日から一瞬、原発の稼働というのはゼロになるということを、まあ、徳島のホテルかどっかで話したということでね。まあ、これはその、まあ、5月5日にですね、泊原発、北海道の泊原発3号機が、定期検査に入るからっていうことで、まあ、だからまあ、5月6日から一瞬ゼロになるっていうことは、大井原発の再稼働も、ないだろうということを、まあ、含んで言って、であったと思うんで、だからまあこれは、まあ、枝野さんというか、まあ、野田政権もですね、まあ、大井原発の再稼働というのは5月、6日までには、まあ、できないんだろうなという、まあ、そういうことを思ってるんだろうなということで、まあ、これは評価していいかなと、まあ、思いますね。一瞬ってなんやねんと思いますね。なんか一瞬ゼロっていうのがね、まあ、そこが引っかかるんですけども、まあ、この一瞬っていうのをですね、もう永遠に変えないかんということで、やっぱさらに、もっと運動っていうのをね、強めていかないと、僕は、気抜いたらやっぱ再稼働されてしまうんじゃないかなと思いますね。やっぱこれ大きいのはですね、まあ大井原発がね、もう止まってて、もう関西電力がすでに、全部の原発止まってるというのは、これが一番大きいんですよね。だから関西電力管内の原発っていうのは、日本全国の中でもですね、原発依存度って 50% ですから、その関西電力が、ゼロにできてですね、しかもこの間、飯田哲成さんとかね、大阪府のなんかプロジェクトチームにですね、今年の夏は原発なくても、電力はなんとかいけますということを言ってるわけですから、本当にそれはね、大きいと。関西電力ができるんだったら全国の電力会社もですね、原発ゼロでもう全然構わないということですからね。だからまあ、あとはですね、本当火力発電を、増強する。増やすとかですね。まあ、すでに、まあ、自治体でもそういう動きが、進んでるんですけども、そういうことをしてね、なんとか、もう原発に頼らなくてもとか、もともと頼らんでもいいんですよね。だからこれは本当その、電力会社も政府もですね、なんとかして原発を動かしたいと。まあ、それはどういう意図があるのかというのはね、それはあんまりわかりませんけども、やっぱその、まあ、日本政府自体がですね、まあ、将来核兵器に使おうとか、まあ、そういう意図もあるということは、まあ、まあ、小出弘明さんとかも言ってはるわけで、まあ、そういう面も強いとは思うんでね。だからそういうことを考えても別に原発なくてもですね、全然いけるんですよね。っていうことを、まあ、5月6日以降はですね、もう原発ゼロになったらですね、堂々と、ね、言っていいと思います。まあ、今でも堂々とね、言っていいと。全然電力足りてるやんと。だって関西電力で原発ゼロなんですからね、今で。それでも全然その、他の企業が節電してるなんていうこともね、そんな聞いたことないですしね。なんか別に僕たちも省エネしてるわけでも全然ないですよ。普通に生活してるわけですから。まあだからといって電気をバカバカ使ったらいいっていう問題じゃないと思いますけども。だから、
はっきり言ってかなりですね、電力会社が水増ししてると、電力需要っていうのね、っていうのが、まあ、はっきりとわかるっていう意味においてもですね、まあ、その原発ゼロが、一瞬たりともなるっていうね、これは意味のあることだと思いますし、まあ、それをね、もうずっと、もうドイツのようにですね、もう稼働させないようにすると、2012年ぐらいまでにはですね、原発ゼロに、ドイツと同じようにですね、2012年ですね、2020年ですね、それぐらいまでじゃ日本もですね、やっぱ原発ゼロにせないかんやろと、ね、思いますね。なんか枝野さんは、まあ、将来的には原発依存と、なくすっていうかね、言って、てますけども、民主党が言ってるのでさえですね、40年とか50年後ですからね、そんなやったら全然遅いと。やっぱりもう、50年、20年ぐらいですね、もう原発ゼロにするのが、一番、まあ、国民世論的にもですね、納得できるとこかなと思いますね。やっぱりまずその原発っていうのは動いてる、あるだけでもリスクですからね、放射能の問題とか言ってもね、そういうリスクを取り除くっていうことがですね、やっぱり日本政府の役目だと思うのにですね、そういうことをしないっていうことが僕はおかしいと思うんですね。まあそれは経団連とか、まあ、産業界にも言えると思うんですけども、また事故起きたらですね、経済的ダメージも計り知れないっていうのはね、もう福島原発の事故で分かったやろうと思うんですけども、全然学習しないっていうところがね、なんかおかしいなと思いますけどね。まあまあなんか何せよですね、まあこの原発ゼロ、っていう状態をですね、まあずっと、もうさせるためにですね、まだまだ、こういろんな動きがね、必要なんじゃないかなと思いますね。まあ僕は枝野さんとかも、まああんまり信用してませんし、例えば橋本さんとかね、原発再稼働反対だとかと言ってるのも僕は、その信用は全くしてませんけどね。ただその信用できない政治家の方がですね、今のところ力が強いと、発信力もあるっていうことでね、そういう中で、いかにうまくですね、原発ゼロっていうかね、稼働を止めていくかっていうことをですね、僕たち側もですね、うまいことこう利用したりですね、うまく使っていかないと、そのただこう、なんかこう、あんまり効果なく原発止めようって言ってるだけではですね、なかなか難しいだろうなと思うんで、うまいことをですね、使っていったらいいんじゃないかなっていうのは、まあ僕は思いますけどね。